地震の最中だったんですよね、うんうん、確かそうですよね、そうですよね、すごく歪んでたの、やっぱり地盤がここら辺に悪いのが有名だったので、うん、きちんと建ててないのは、これ今壊れたお家も、うん、あったんですか、ああ、だからね、すごく、うん、基礎 の, こう鉄筋じゃなくて、うん、鉄の棒ですか、うん、あれの数も多いって言われたんですね、うん、他の人から、うん、随分多いねって言われて、うん、だから別に頼んだわけでもないのに、うん、そこまでやってもらったのは本当に安心で、揺れ方も前の家と全然違うから、うん、あ、その後の地震何回かあっても、うん、そうですね、まあ、まず大丈夫、震度3ぐらいじゃあんまり感じない、あ、震度1ぐらいの感じでこう伝わるっていうか、土台がこうしっかりしてるってこういうことなんだってすごい思いました。前の家はね、車が通るたんびにこうちょっと揺れるわけですね、大きかったんですけど、揺れ、すごく揺れて、ここは全然揺れないんですね、うん、ああ、そっか、私はね、ずっと四六時中の中にいるわけじゃないんで、はい、ずっといるの、そうなんですよね、私は寝に帰るときと、はい、朝起きたときと、あ、まあ、お忙しいですから休みの日は寝坊して思いっきりこう贅沢にという、でも、エアコン一つで、ええ、だいたいもう全部回っちゃう、うん、